オーバンディエンス。はい、というわけで本日はこちらラーメンバーガー慶三島本東京の前にやってまいりました。そして、はい、今日はなんと特別ゲストをお迎えしておりますこちら、いやしょっちゅう出てるわ、もう特別でもなんでもねえよ、もうこの間あのロッテリアでつけ麺バーガー食べたじゃないですか。食べました。で、これ何なんだっつって、あれ以来食ってないんですけど、リピートはしなかった、決して。そうですね。はい、だってあの、バンズの間に麺が挟まってるんですよね。はい、ちょっと意味が分からなかったんです、あの時に。今回はそのリベンジということで、出たよ。似たようなメニュー、はい、ラーメンバーガーの見つけました。ニューヨークからこう輸入してきたっていう味は。では、果たして、どんなバーガーがいただけるのでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってゆゆ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 びゆびゆびゆび行ってみ。こちらがオリジナルバーガーです。お願いします。こちらパテをこう麺で挟んであるんですね。ニューヨーク初なのにこのねネギもトッピングされてる。果たしてどんなお味がするのかちょっと楽しみですね。では早速いただいてみましょう。いや僕がこうスローモーション空振りをしてる間に空振りが追い越してくる、これ新しいパターンでしたね。ではちょっといただいてみましょう。うわこれ何これ、すごいですね。これなんかちょっと味わったことない食感っていうか、こう、そばがなんか口の中でこうなんかほどけてくのに、なんかこうお肉が絡まってみたいな。これでもちょっとあれですね、あの海外初ということで、タコベルと同じように外人の大衆のスパイスがちょっとしますね。ライスバーガーにもちょっとこう似たような感じしますね。なんか全然こしと違うね。このなんか半熟卵とかベーコンとかで結構ジュクジュク。ああなるほど。そっちあっさりしてんのかな。ああそうかもしれないです ね。肉とそばだけなんで。うん。うまそうだな。これだいぶうまいと。気になる方はぜひハイジーさんのチャンネルチェックしてみてください。うん、あなんかこれ本当なんか小腹が空いた時のなんか新しいおやつとしてこれ最高かもしれないですね。はい。そしてこちらトルティーヤチップスもついてます。はい、ここで、店員さんおすすめのガーリックタバスコでちょっと味変してみたいと思います。わ、これ結構ドボドボって出ちゃった。さあ、果たしてどんな味になるでしょう。あ、なるほど、やっぱちょっとピリ辛の方がスパイスが際立つっていうか、こう肉の旨味が引き出される感じしますね。はい、というわけでこちら完食です。お別れの意味を込めて食っちゃおうかな。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。ジューシー踊ってんじゃないよ。林島さん、やりましたね。現行犯。というわけでね、ラーメンバーガーいただいてきましたけれども、いやーこうラーメンっていうよりかは本当ちょっとあのバーガー系って言いますか、ライスバーガーみたいなニュアンスでしたね。本当になんかちょっと変わった味で、新しかったですね。というわけで本日はこちら中野ラーメンバーガーをお送りいたしました。じゃあ橋島さん、この後やだな
この後。やだよ、言わないで。頼む、頼む。普通帰りましょう。行って、行って。やっぱ行ってほしいやった。牛丼行くんでしょ。牛丼ね、牛丼だよね。言ってほしいんですか。はい、すいません。俺が欲しいんですか、あのセリフが。ください。はい、じゃあちゃんとお願いしてください。ちょっといつものやつ牛丼の方でいただきますでしょうか。わかりました。じゃあこの後林島さん、はい、牛丼食べ行きましょう。やっぱうてぇ。